Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日は特異ビデオキャンプに行きまーす。来ましたー。2回目。このために昨日福島から帰ってきまして、今日は10月14日みーやんのお誕生日翌日、千葉県の成田市で開催される特異ビデオキャンプに来ました。はい、成田空港出口を出てすぐのキャンプ場らしいです。空港方面に。そう、楽しみ。前回開催されたのが群馬だったんだよね。そうで、今回は千葉ということでね、2回連続関東開催。いろんなところでやりたいっておっしゃってたから、また関西とか ね、東北とかあるかもしんないね。ということで今日は、特異ビデオキャンプの様子を皆さんにお届けしたいと思います。はい、ぜひ最後までご視聴お願いします。お願いします。お疲れ様です。準備お疲れですね。汗だくよ、もう早速もうテント立てて、なんかもうこれも全部照明も全部自前に持ってるけど、最近めっちゃ楽しかったので今日だけすごい暑いですね。なんかそうなのね。確かに、まあ、ほんまにマジで雨降るよりマシって。そうですね、まあ、そうですね、そうですね。明日はちょっと天気が悪そうだけど、でも今日は晴れてくれれば、いやめっちゃ楽しみ。今日もいろいろあるんですか？いろいろあります。いろいろ前回よりもいろいろ、すごい。まあ、メインはあちらご覧ください。花火です。打ち上がりますんで。ライブ終わりに打ち上がりますんで。やば、ね。言ってましたよね。今日前回なんか花火やりたかったみたいな。叶ったんだ。そうなんです。すごい。いや、さすが大規模どんどん。いや、2回目にしてすごい規模。ミツカンさんが協賛についてくれて。ミツカンさんのおかげでやっと花火が強い。ミツカンの花火です。ありがとうございます。よろしくお願いします。もう撮影もしながら楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃめっちゃ近くに見えてたけど大丈夫。ここガムテープ貼っとかないと。6個見えちゃった。6個見えちゃった。乳首かそれ。でかいの乳首。意味わかんないかな。ちょっとほんまもっとかぶるんじゃん。喉がやばい。あ、そういうことやん。そういうことやん。あ、絶対そうやん。人目を引きつけよう思って。助けてそう。
あ、食料。ご飯はあって。炊き出しはあって。あ、炊き出し夜やったみたい。あのテントの中にコンビニの飯があんねんけど、パクってきていいよ。いいですか？うん、あとあのこれお金渡すから買いに行って。あとのコンビニまで。ごめん。いやいや楽しい楽しい。めっちゃ高カロリーじゃん。ウルトラのコンビニ。一番高そうなやつカロリーが。夜だった。夜だった。ウケる。炊き出しがあるって聞いてて昼に。で今ちょっと飯をパクリに。飯を今いないから。一番でかいやつ。チョイスが。チョイスが。あ、さっきより高かったカロリー。カロリー高い。出てこない。泣きますよ。高いか。うわー。かわいい、かわいい。めっちゃいい。今日限定のイラストなんで、これはもう特別感満載です。最高、ね現在3時、1時にから入ってもらって、なんとなく皆さん、テントとか用意できましたかね。ということで、第2回、得意ビデオキャンプ、開催いたします。拍手をください。拍手をください。ありがとうございます。怖い人ありがとうございます。ありがとうございます。あのように飛行機が、通りますので、ちょいちょいうるさいんですけれども、このキャンプ場のメリットがですね、どれだけ音を鳴らしてもいいという、近隣の迷惑とかが一切ならないので、普通のキャンプイベントだと夜は静かにしましょうみたいなことになるんですけれども、常識の範囲内であれば、ワイワイやってもらって結構なんで、楽しんで帰ってください。よろしくどうぞ。クイビデオキャンプ始まりました。もう結構人すごいわ、ね、いやー出るのはピラミッドとかやっぱり人気楽しいね今回はノアルで前回ちょっともう早い段階で早い段階で夜まで始めるね、はい、なるほど仕事が終わるまではいやーちょうどタイミングだったライスアタシ長所さんがみんなずらっと集まってくれてます。集中してる、嬉しい、ありがとうございます。イエーイ、嬉しい。イエーイ、ハッピーバースデー、ルルルさん、おめでとう。イエーイ、じゃあいただきます。大丈夫ですか。いや大丈夫かな。おめでとうございます。青森じゃないですよ。すごい、おいしい。そのくらいなの。キンキンでめっちゃ美味しい。うまうま。まだいますからね。まだ消えてないですからね。じゃあこれ風で煽られるようにしっかり踏んでいただきながら、じゃあ行きましょう。3、2、1。ありがとうございます。ご覧ください。今ズル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 って飲んでるんで、飲んでるんで一人でに減ってくるんですよ。ほらすごっ。ただ彼女飲んでくれてるだけですよ。飲んでくれてるだけなんですけど、皆さんの目には一人でに減ってってるように不思議なように見えてると思います。3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらもうユリナちゃん透明になってます。全員も驚いてくれると思って。ならないけど、なった風の手で。あ、透明になったんだっていうのが自分でも分かると。もうユリナちゃん大丈夫、怖くないからね。3、2、1。入って入れてどうぞ。おおユリナちゃん透明になっちゃった。うわ見て、見えちゃった。3、2、1。手抜いて、 OK。 うわ戻ってきた。ゆりなちゃんおかえり、おかえり。すごいね。結構魔法って存在するからね。よくよく狙いを定めて、狙いを定めてお願いします。どうぞ。うわ
やりました、さすがですね、さすがです、さすが持ってる男、徳井芳美、ありがとうございます。さあ、うまく成功した徳井さんに大きな拍手をよろしくお願いいたします。いや、さすがですね、はい、全部持ってかれてしまいました、ありがとうございました。投げて、今投げてんだ。引き続きね、いろんなことがありますので楽しんでいってください。それでは行きましょう。みつかんプレゼンツ鍋グランプリ。今回審査しますのは、私はもう司会に徹しますんで、こちらの4名の皆様、厳正なる審査をしていただきます。得意ビデオでもおなじみ構成作家バターさんです。お願いします。バターさん、今回の審査の意気込みの方をお願いします。僕はちょっともう一回寝てるんで、朝食の感じで、ちょっと空腹で。一回寝た。そうですね。さあ、そしてですね、私、ウグイスダニフィルハーモニーというバンド、もう10年以上やってるんですけれども、そこの、ギターを担当してくれています、そして俳優としても活躍されております、朝ドラ俳優。ついに朝ドラ俳優が審査員をやってくれます、柏原修司さんです。お願いします。修司さん。一言。もう結構お酒入ってるんで、締めの鍋にはっていう感じの目線でいこうかなと。今日は何杯ぐらい行かれてるんですか？まだでも、芋ロック10杯ぐらいですね。はい、芋ロック10杯です。得意ビデオの方でも何度かコラボをさせていただいております。夫婦で、日本中バンライフでいろいろ回っております、ライクサタデーというチャンネルの、マミちゃんとマナブくんです。お願いします。ね、頭のおかしい夫婦がまたやってまいりました。今日は撮影なんかもいろいろねやってくださって、ちょっと意気込みの方をよろしくお願いします。日本一周して舌が肥えてるんで頑張ります。奥さん、頑張りますということですね。本当にこの2人ね、日本一周していろんな視聴者の皆さんからなんかいろんな美味しいものをね当てがわれたりとかして、だいぶ舌は超えております。10組の挑戦者の中でですね、前回得意ビデオキャンプ第1回目はカレーコンテストをやったんですけど、なんとこの70組ぐらいの中から前回の優勝者が引き当てております。その辺も注目してご覧いただきたいなと思っております。いただいてください。じゃあこちらの方にいただいてください。あ、うわー、めちゃくちゃ出してる。めちゃくちゃカニ出てる。やばい、やばい。カニがめちゃくちゃ出てるから、これはもうずるいね。うわー、うまカニ。この寄せ鍋のこのつゆとカニの調和よ。これどうやって、これあ、携帯のあれ、ここの審査員のあの採点のメモみたいな、吉本興業さん吉本興業の方出ました。前回第1回カレーコンテストの優勝者、全身をデニムに身を包みやってまいりました。シンプルに、シンプルね、これは美味しいやつだ。こんにちは、こんばんは。今回すみません、こんばんはです。出汁の取り方がめちゃくちゃうまくて、ここに来てこうスッと、あ、これが鍋だなっていう感じはありますね。あ、すっごい丁寧に作られたような味がする。すごい美味しいです。アクとかがすごい丁寧に処理されてる感じが。あー、アクの処理とかもね、こして入れてるんだよね。こしてるんだ、深い感じがするもんね。え、この批評を聞いてる佇まいが本当にもう和食の和食の職人の人の感じですけれども、同じでいきます。これは手間がかかってそう。あー、うまいねマジ店やん、もう。ホケイさん出ました、ホケイさん。よだれでしょ。
てめえ酔ってんなこの野郎。はい、また来ました。タンタンタン、ウィズ、バターさん入り、アラブ。何言ってるか全然わかんない。滑ったやん。それは滑るよ。わー、おいしそう。やだー、おいしそう。ほう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 。おいしいですね。めちゃくちゃおいしいです。マラブくん、ビール飲みたくなります。ちょっとあいつ何とかしてくれんの。最後の鍋チャレンジャーどうぞ。女性が、うわこの最後の最後に和の心に訴えてくる、うん、4種類の鍋つゆからと思えないです ね、 ね、そう今回結構ね、みんなバラバラにバランスよくチョイスしてくれましたよね。3位の発表から、はい、ふるさとを思う心を見事に打ち抜いたエントリーナンバー10番の方、おしっかりだ、石狩鍋が3位入りました。8番の方、タンタン、タンタン、確かにパンチ効いててね、石狩さんもね、あもうこの人たちに関わらないようにね。同票第1位、一組目 DDN の1番です。あの出汁を出しまくった鍋の人、1番目の人が得意キャンプの神はこの男に二度微笑むのか。エントリーナンバー5、伝説のツータイムスチャンピオン、カレーコンテストに続きなんと2連覇。こんなことがあるんでしょうか。勝因は何だと思いますか。いや、やっぱりもう三つ勘さんのお鍋の出汁。ナイス。1位の2組にもう一度大きな拍手を、おめでとうございます。こんなことがあるんですね。いやいやだからないなと思ったんですよ。この子あの審査員のテーブルの下に置き忘れててとか。いや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 、もう普通にマジこんな夜でキャンプ場で落としたらそうですよね、終わりだから。将来見つかんないですよね。ファイヤーパフォーマーの人が見つけてくれたらよかった。いやいや本当にさ、やだー、やったな、やりましたよ。カバーつけへんからスルスル落ちる。そうなんですよね、きっと。もう買いシリコンのカバーつけた方がいいよ。あの月3ぐらいでなくすのやめてもらっていいですか。毎回見つかるんですよ。毎回見つかってっから、そう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 、懲らしめられてないです。そう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 、毎回見つかる。これ毎回言ってくるんですよ、この毎回私は見つかりますみたいなこと。もう一回飲んでから戻ってくるから。なんで携帯ないんだろうと思ったんだよな、そういえば。ふざけんなよ。さらに連続で書いてよ。ありがとうございます。最高、最後の楽しんでました。めっちゃ燃えてる。福井さんすごいっすね。やっぱ規模が本当に、ね、最高やっぱり。おお来た来た。これ次ライブやねんけどさ、ね、負けんねん。夕方ぐらいからまあいいかと思って。なんか今日終わってから飲むって言ってませんでしたっけ、さっきまで。だんだん恥ずかしくなってる。いい感じにお客さんをいざなっていただきました。ありがとうございます。ウグイスタニフィルハーモニーっていうのがですね、あの、まあ、ちょっと下ネタ
基本下ネタのバンドなんですけれども、さすがに今回ねキッズもいるこのキャンプイベントであんまりど下ネタっていうのをやるわけにはいかない、あの皆さんが知ってる曲3つと、うちのバンドのオリジナルの曲1つを4曲やりたいと思っております。死んでおります死んでおりますが楽しみ、必死に歌います。そんな男に拍手をください。ありがとうございます。このまま声聞こえへんけど。まあ始まったらいいよね。連れてくれないか。君は。メインの曲とか、まあ、一番最初にできた曲、あの夏に月と書いて夏月という曲、お届けしたミディアムテンポのバラード手拍子をします。歳で芸人を始めて、そっからまあ一生懸命ネタ作り頑張って M1 取って48歳、まさかこんな感じになってると思う。最高最高。48年人生いろいろ転がり続けてこんな状態になりました。でも皆さんがこんなに集まってくれて本当に、楽しい人生だなと思います。そして皆さんも今日楽しんで帰ってくれたらなと本当に心の底から思っております。得意でよキャンプ
この成田に集まってくれて、素晴らしいひとときをありがとう。お客様も出演者もスタッフたちも最後まで楽しんでいきましょう。2019年10月、正規で出したみんなの応援があり、今日もなんとか生きています。得意ビデオキャン、この成田に集まってくれて、素晴らしい秋の夜忘れはしない。もうほんまにしんどい。いやいや、めちゃくちゃ良かったです。めっちゃ良かったっすね。花火最高、ね、楽しんでくれて良かった、うん、本当に。花火の規模すごない、ね、いや、すごかったっすね。最高でした。儲けなし、全部演出に突っ込んでた、うん、その感じがすごかった。いや、お疲れ様です。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。マジでしんどい。食べたい。これめちゃくちゃうまい。こじらせ男子の。なんで、うん、まあ、得意ビデオの悪影響。悪影響あるんですか、あのチャンネル。少子化担当大臣。あらゆる男子をこじらせてきた。確かにみんな台所で一人焼肉してる可能性あるな。徳井さんの影響で。本当に真似しないよ、皆さん真似しないように。本当に動画上はあの楽しそうに見えてるかもわかんないですけど、その分裏では寂しいところが倍ありますね。世間からのその疑問とか偏見とかをぶつけられたりしますんで。なんで結婚しないのって質問はもうめちゃくちゃされてますもんね。キャップありがとうございます。似合ってる。やば、めっちゃめっちゃ似合ってる。ありがとうございます。空港で買ってきてるから。1人と2人。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今得意ビデオキャンプ終了しました。お疲れ様でした。もうちょっと朝はもう大雨で、とんでもない雨だったね。雨のレベルがだいぶやばい雨で、うん、もう全然撮影とかそんなことどころじゃなかったんですけど、本当に楽しい得意ビデオキャンプでした。もう得意さんのやっぱりこだわりが詰まってて、得意さんのファンの人に対する思いみたいなのも感じられる、はい、素晴らしいキャンプでしたね。もう超楽しかったです、マジで。来てよかったね、やっぱり。そう、ぜひまだ行ったことないよっていう方はね、ぜひ行ってみた
した方がいいと思います。私たちもまた次も遊びに行けたら遊びに行きたいなと思います。本当に行きたい。はい、でここからがっつり東北旅を楽しんでいきたいと思います。いやもう今ワクワクしてる、本当に楽しみだね。ね、早速山形にね行きたいと思います。山形の皆さんぜひたくさんコメントにおすすめとか送ってください。よろしくお願いします。はい、ということで行ってきます。行ってきます。